中は医療に散った。敵の大軍を食い止めるため自らの退路をも閉ざし整絶に戦い抜いた果てに、しかし孔中の救出は本当に不可能だったのだろうか。自問する方、それは医療へと援軍に向かう途中手取川で見かけた妖魔の一団のことである。あの時あの場所に戻れるのならば、確信にも似たひらめきを得た宝徳は、やはりこの次は妖魔軍これならば、そうか、閉ざされた扉をしかり。必要なのは医療へ運搬可能な兵器、それらしきものを探せ。出番だね、馬放騎参上。それがしは前貴様らの襲撃なぞお見通しよ。いささか敵の数が多い、被害を抑え敵兵器を奪う。やるな、大したもんだぜ。ガンからの攻撃か。己れ加速だ。俺を通せるし、あの兵器など医療まで運べよう。しかしここより対岸へ渡るのは難しい。東より回り込むしかありません。よし、今だ、一気に打ち込め。なんと激しい攻撃だ。このままではまずい。当てろ。
に下げるとは反応とだせ。これ以上進ませるな。門を閉ざされたか。何か突破する方法を見つければ。各砦には兵器が隠されている。東砦にも役立つ兵器があるのでは。凄まじい威力だな。この兵器を医療に持ち込めれば。かように巨大な兵器は運搬できますまい。やはり投石者を得ることを一義に考えては。
当てろ。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといて。敵将、馬毛騎が討ち取った。中殿を助けられる。いやー、勝ててよかったよ。投石者は医療に向けて進発いたした。甲虫殿を救い出す準備は。ならば再び医療での死の方が